はい、どうも皆さん、こんにちは、バビロンです。ということでね、今回はですね、僕も一応ね、今50レベルぐらいになってきたんで、まあ、それまでに見つけた、隠れ強装備をですね、紹介していきたいと思います。紹介っていうか、まあ、このゲーム、やはりね、アタッチメントやね、他の、装備の、解放条件が、まあね、そうじゃないのもあるけど、まあほとんどっていうか、まあ半分ぐらいはデイリーミッション、デイリーチャレンジでね、紹介になってくるんで、そうなると、やはり、どれを先に解除すればいいんだっていうね、のがね、僕もありましたんで、まあとりあえず、序盤はこれを解放していけばいいと思うよっていうことを話していきたいと思います。まあそうですね、まあ武器は、まあ大体、まあいろんな人もね、実況者さんが紹介してくれると思うんで、まあ、僕の一押しはこの、LG58 ですね。はい。アサルトの LG58。26レベルまで上げてから、デイリーミッション3つ消化で、入手できます。バースト武器の最強武器ですね。はい。でね、まあ、他にもね、WSP9 とかね、SMG なら強いと思うんで、そちらも、まあ、デイリーで、最優先でね、解除してもいいかなと思います。まあ、とにかく最優先は、自分の使いたい武器、自分が強そうだなと思った武器、動画で見た武器などをね、最優先で消化してもらって、で、次に、これは僕のおすすめです。はい、シャドウストライクサプレッサー。こちらですね、SMG にシャドウストライクサプレッサー S っていうのがあるんですけど、その SMG のあのシャドウストライクサプレッサー S の方は、チャレンジ消化しなくても勝手に出てるんですよ、レベルでね。だけど、この普通のシャドウストライクサプレッサーは、これね、AR 使ってる人、特に僕もね、このバースト武器を使うにあたって、サプレッサーが欲しいなと思ったわけですよ。でも、SMG みたいに、ただのサプレッサーがない。つまりどういうことかというと、サプレッサーに求めているのって、レーダーに表示されないじゃないですか。今作サプレッサーめちゃくちゃ強いんで、赤点が復活したんでね。そのレーダーに表示されないっていう効果だけが欲しいんですけど、その AR の他のサプレッサーって、例えばね、レーダーに表示されない、プラス、反動制御がついてるけど、エイムがマイナス2とか、そういうのばっかりなんですよ。デメリットっていうのが必ず入っちゃってくるんですよね。その AR の他のサプレッサーっていうのは。でも、このシャドウストライクサプレッサーは、デメリットがないんですよ。ただのレーダーに表示しなくするっていう。まあね、それだけの、別に射程距離が狭くなるわけでもないし。まあね、表記上はそうなってるだけで、CODRR の隠れステータスがどうなるのかわからないけど、まあ、基本ね、このサプレッサー使ってみた感じ、別に遠距離でも殺せるし、ね、別にエイム速度が遅くなっているわけでもないし、っていうことで、まあね、デメリットのない、サプレッサーということで、これめちゃくちゃおすすめです。特に AR 使ってる人。AR とかね、まあ、ライトマシンガンとかにも反映されてるのかな、あるのかな、このサプレッサーは。このサプレッサーが多分一番使いやすい。やっぱデメリットっていらないじゃないですか、サプレッサーに。ということでね、これがおすすめでした。はい、次。まあね、あとは、まあ、例えば、そうだな、ゴースト？はい、ゴーストですね。まあ、ゴーサプ強いですね。やっぱり今作も。俺もゴースト解除してあるんですけど、ゴーサプが強い。強いです。まあね、このゲームやっぱり UAV 結構ね、4キルぐらいで簡単に回せちゃうんで、ハードラインなんかつけたら3キルで回るじゃないですか。だからね、まあ、UAV がバンバン回るゲームでもちろんね、対空してる人も少ないんで、まあ、ゴーストあった方が、まあ、僕の今言った装備はゴーサブってことですよ。つまり、サプレッサー解除してゴースト解除したらもうやりたい放題ですよ。うん、そんぐらい強いです、ゴーサブは。まあね、まあ、ゴーサブを使うには、こんな感じで、まあ、デイリーを消化しないといけないよっていうことですね。はい。とりあえずゴーストおすすめです。はい、次。これですね。アサルトグローブ。はい。これはね、前の動画にも紹介したけど、これはね、グローブの中では最強。うん、グローブの中では最強です。まあ、エイム。まあ、俺、この試合でも今使ってるんですけど、まあ、ジャンプ打ちが強い。強くなる。ね。
まあ正直ね、俺は AR にこのジャンプにつけて意味があるのかって思うかもしんないけど、まあ俺はなんとなくつけてます、はい、SMD とかを主体で使ってる人はもうこれがもうあった方が絶対いいですね。まあ、スライディングキャンセルが苦手だよって人もね、これつけてればまあ普通にジャンプ打ち、エイム速度が速くなるだけではなくて、あの命中率も高くなるんで、これめちゃくちゃおすすめです。はい、次、マークスマングローブ。まあね、2つ目のグローブなんだけど、エイム時のブレとひるみが軽減。まあこれはね、さっきのアサルトグローブはまあ別にいらないかなって人向けのグローブですね。正直アサルトグローブが最強で、次にこれが強いと思う。 AMG のブレとひるみが軽減ですね。まあタフネスみたいな感じかなって思います。はい、まあ正直他のグローブがなんかスカベンジャーだったり、武器の切り替えを早くしたり、あと何かあったかな、グレネードを遠くに飛ばせるようにしたりっていう、正直いらない。あとダッシュしながらリロードできたり、正直いらないじゃないですか。ダッシュしながらリロードできちゃったら、まあ、強い時は強いけど、ダッシュでのリロキャンができなくなっちゃうんですよ、それって。いや、それちょっとデメリット入るじゃないですか。まあね、なので、この他のグローブが弱すぎるんで、このアサルトグローブか、マークスマングローブ、2択っていう感じです。はい、こんなもんですね。はい、案外少なかったけど、まあ、正直、投げ物とかもね、デイリーの消化があるんですけど、まあ、フラッシュバンとかね、あったらいいのかな。でもスタンでもいいしなって感じですね。グレネードもね、セムテックスとか、ね、ドローンとかもいらないし、まあセムテックスあった方がいいかなって感じですね。セムテックスは、あとまあ基本普通のグレネードでいいしっていうぐらいですね。やっぱり、まあ、最優先は自分の気に入ってる武器と、あと今言ったね、特に本当に俺のおすすめはこのシャドウストライクサプレッサーですね。 AR 使ってる方は、これマジでデメリットのないサプレッサーおすすめです。何回も言うけど、これはマジでおすすめなんでね、はい、ぜひ、やってください。まあ、あとギルストなんですけど、まあ、ギルストはね、別にまあ、正直、まあ、クラスターマインとか V トールっていうわらわら、あ、MW2 にあったね、強いキルストリークっていうのが、まあ、デイリーを消化しないと使えないっていうことになっていて、まあ、クラスターマインも強いし V トールも強いんだけど、なんせデイリーチャレンジが8なんですよ、2つとも。まあやってくれたなって感じですよね。長いんですよね、8って。だからね、まあ別にそんな最優先で解除することではないかなと思います。カウンター UAV もね、勝手に出ちゃうんで、だからまた基本 UAV カウンター SAE って回しておけばいいんじゃないかなって思います。はい、ということで、ご覧いただいてありがとうございました。おります。